はい、おはようございます。おはようございます。三里オーストリッチファームのホニタンです。もちゃんです、はい。はい、今日は何をするんでしょう。今日はエミューのミューラーをしたいと思います。はい。初めてですね。エミューが今年になってや卵を産んでね。そう、5個。今は5個。5個を、なんか増えたの。そう、1個ね、増えたもの。これか。はい。で本当は6個なんですけど、うん、1個欠けがあって、そちらはあの僕たちの方で後日美味しく食べようと思います。はい、食用じゃない方、受精卵かどうかはちょっと分かりませんが、はい、入れてみようということで、じゃあそのまず下準備を。そうね。はい、こちらの深きに入れるんですが、これダチョウ用なので、はい、まあ。横に入れるんですけど、はいはい、縦に入れると落ちている。そうそうそう、まあ、横でもギリギリでもちょっとすごく怖いので、ね、斜めになるもんね、うん、ウィーンって、ね、そうスポッてなっちゃうからマットを引きましょう。はい、よし、花粉症がピークを迎えてきました。いやまだだけど3月ですから、ね、まだだけどだんだんと鼻声になってまいりました、うん、助けてください。お、あ、いいんじゃない、こういう感じでいいのか、あ、なんか、うん、まさに卵みたいじゃあいいね、切らないでこのまんまでいこうか。でどこに入れようかしら、真ん中、そうね、この段ということで真ん中に、うん、あんまり薄いとなんか卵に負けて落ちていきそうじゃない、ね、だんだんとね、そう5個だよね、5個だよ、いいんじゃない、ね、前の6個で、そうだね、順調です、うん、いやあ、有精卵かな。ねえ、後輩は見てない。まだ確たる証拠がね。求愛のダンスしてくれないんですよね。そう。エミューたちがね。まだ、ね、鬼らが見てないところで、社会やってんのかもしれない。やってるような気はする。ちょっと見た目はあんまり良くないんですけど。こんなもん。うん。はい、できた。いつもよりもなんか、卵が温められそう。じゃあ、行ってきます。はーい。じゃあ入れていきますね。はい、記念すべき1個目のミューラ。よいしょ。なんか横だよね。うん。じゃあこんな感じで。気質がどこにあるかわかんないしね。そう、見えなかったんですよね。何回かチャレンジしましたが。そう、赤外線ライトまで買ったのにね。まあ安いから、あれは。安かったの?2000円ぐらい。へえ。本当は6万ぐらい。いや、あの、あっちの強力な方。赤外線絢爛器という名前の方は、このぐらいするんですけど。よいしょ。心配だな。え、落ちる?よいしょ。はい。すごいね、いい重さだね。だんだん重くなって。そう、だんだん600ちょっとがデフォルトになってきた。うん、なんか大きい。重い気がする。ね、入ってるかな。うんうん。いや、黄身は絶対に入ってそう。よいしょ。あ、なんかね、エミューでもね、うん、あのぷよぷよ卵があるんだって。あ、へえー。YouTube で見た。卵化膜は何色なんだろう。気になるね。うん。こんだけ殻は濃い色をしていて。うんうん。はい、こんな感じでしょうか。なんか、はい、果物みたい。なんか。アボカド。なんかこういう商品ありそう。キウイか。うん。マンゴーの新種。あ、そう、マンゴー、マンゴー。マンゴーの新種だ、これ。これ、オレンジにしたらマンゴー。はい。じゃあ、これで、フランキーのスイッチを入れましょう。ちょっと、落ちないかどうかやってみようかな。ここで全部落ちたら、あーって。あー。あ、いけんじゃん。多分大丈夫。あ、また行く、また行く。あー、怖い。いや、落ちる。やばい。
そろそろ止まってくれ。あ、これが最大。怖。ね。落ちる。あ、まあでも上はみ出てないから大丈夫だと思うけど。まだ固定されてる感じがあるから。いいね。わかんない。反対側で落ちていく。反対側の方が嫌だ。怖い。怖いね。まあ大丈夫だと思う。怖い。あ、怖すぎる。あ、止まった。大丈夫。ああ。もうちょっと緩衝材詰めます。いや、大丈夫じゃない。で、これは1時間に1回シーソーなの。うん、このオートにしておけば。うん。大丈夫。よし。では。はい。3月の3日入団で。はい。このようなスケジュールですね。4月20日に深きに移動して26に発生予定。はい。はい。ということで。はい。初めての里オーストリッチファームさんのエミューの卵入卵でした。はい、楽しみですね。はい。はい。